武蔵ヶ丘車両研修場南側にある車両出入り口右から1番線、2番線、3番線となる。武蔵ヶ丘車両研修場は埼玉県日高市にある西武鉄道の鉄道車両の検査、修繕施設である。池袋線東半応駅高来駅間に位置している武蔵ヶ丘信号場から分岐する武蔵ヶ丘車両基地に併設されている。 西武鉄道最大の車両研修施設。以下は当研修場を上から見た場合の概要を示す。一番大きな建屋が研修棟で中央を東西方向にトラバーサーが横切っている。トラバーサーより北側は主に台車や車両を研修する設備が、南側には主に車体や座席を研修する設備が配されている。東端は全域にわたり、検車線が設けられている。 その他南側においては、県車線の隣に出場線、入場線があり、2線では各1両分のリフティングジャッキが設けられているほか、県車線と合わせた3線には普通鉄道車両の出入りが可能なシャッターが存在する。県州棟の西側中央に位置する小さめの建屋が管理棟で会議室や食堂等が入る。入場する車両は入場線の所定位置に停止後、 バンタを下げ、アントの牽引により縦屋内へ入る。その後編成を解かれ、仮台車への交換を行う。その後は、各部品を取り外してそれぞれ専門の部門で別々に、検査や修繕が行われ、研修終了時に再び元通りに組み上げられる。なお出場線と、検車線は、縦屋内で繋がっていないため、出場線で、台入れを行った車両は、検車線に入る際、 一度建屋の外に出ることとなる。最後に、検車線で、総合検査、校内市運転が行われ出場する。車種、両数にもよるが、検査期間は概ね半月1ヶ月弱となる。微行車両政策の技術を活かし、ワンマン運転対応や新型機器の取り付け等の改造工事を実施している。また、過去には他社へ譲渡する車両の改造も行っていた。 当研修場で施行した主な改造は以下の通り自社車両上と車両を2021年現在新型コロナウイルス感染症蔓延の影響により中止となった2020年を除き2002年から毎年1回一般公開イベントが開催されている毎年夏に南イリ車両基地で開催される南イリ車両基地電車夏祭りや毎年10月の 鉄道の日前に横瀬車両基地で開催される西武トレインフェスティバルと並ぶ西武鉄道の一般公開イベントの一つである。開催日は2005年までは毎年6月の第1日とその前日の土曜日の2日間2006年と2009年から2011年2015年と2016年は6月の第1日2007年と2008年 2012年から2014年は6月の第2日曜日、2017年から2021年は6月の第1土曜日となっている。2002年と2003年のイベントの名称は、西武電車フェスタ研修場祭りであったが、翌2004年以降は、西武電車フェスタイン武蔵ヶ丘車両研修場となっている。主なイベント内容は、車両の展示、台車抜き作業の実演。 車両の乗務員室乗車体験、パンタグラフや主制御機器の操作体験、鉄道部品や関連グッズの販売など、開催年によって若干異なる。県屋内外に飲食売店も設けられる。トラバーサーには、イベントステージが設けられ、ライブショーや吹奏楽の演奏、鉄道部品のオークションなどが行われる。毎年多くの鉄道愛好家や家族連れで賑わう。 場内で使用される機材のほとんどが研修場の屋内にあるため、雨が降っても一部の屋外イベントを除きほぼ予定通り開催することができる。2021年は感染症対策として入場を完全事前申し込み制としたほか、52、席の私服体験乗車特別カフェタイムを除いて会場内での食事を禁止するなどの措置が取られた。臨時列車、現在の臨時列車過去の 臨時列車とホバス2012年度からは2万、系以降の車両を除く。この際、長編成は一度編成を分割する。小手差し車両基地、南入磯車両基地、玉川上水車両基地、武蔵川岡車両基地現在は4000系のみ一部は外中である。研修場までの運賃は、東半能駅までの運賃と同一とされるため、F ライナーの名称は2016年の ダイヤ改正から使用される。2013年から運転。AB2015 年から運転。4000系を使用する。2016年から2005年の土曜日は、西部新宿駅から往復。3万系にスマイルトレイン HM を取り付けて、運用された2008年の袋3本。銀河鉄道39ラッピング車両が充当された2012年の階級を除く。 全列車が急線系重量で運転、往路2本目と袋の3本は同じ車両となった。袋の3本は西部新宿発の車両が使用された。1編成目、往路12編成目、往路23編成目、袋1から3という形で運用された。また車両運用も異なり、往路の1本目を袋の2本目に重東、往路の2本目を袋の1本目に重東とされた。 なお車両運用が変更され、袋の3本はそれぞれ別の車両が充当されるようになった。9時から12時の間に、高来駅で下車し、徒歩で来場者した方に先着で、クリアファイルが配布される。入場時にクリアファイルと共に配布された。なお例年行われる、会場図 PDF の公開はなかった。2010年までは、直通無料送迎バスと称されていた。2002年の、 1> 第1回は国際工業バスが運転。また2015年も一部は同社の車両を使用。西武鉄道の現業組織、車両部の車両研修場の部門に管理と業務が引き継がれたと推測できる。ありがとうございます。